ナーレンズ・ノエルはアメリカ合衆国マサチューセッツ州エバレット出身のプロバスケットボール選手 NBA のニューヨークニックスに所属しているポジションはセンター高校はマサチューセッツ州の地元の高校に通っていたが2年生の時にニューハンプシャー州のティルトン高校に転校そこで名を挙げオールアメリカン級の選手に成長した大学はケンタッキー大学に入学 一年生から先発で活躍し、NBA スカウトからは、ドラフトにエントリーすれば、間違いなく1位で指名されるだろうという評価を受けていた。しかし2013年2月のフロリダ大学戦で、左膝の全十字人体を断裂する怪我を負ってしまい、NCWA シーズンの残り試合を全休。先行きに暗雲が垂れ込めた。個人成績の L は、 負傷を抱えながらも2013年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明した。しかし、少なくとも5位までには指名されるだろうと思われていた、ノエルの評価は、怪我の影響で急落してしまった。6位でニューオーリンズ・ペリカンズに指名されたのもつかの間、直後にドリュー・ホリデーとの交換トレードで、交渉権がフィラデルフィア・セブンティシクサーズに移った。このまさかの展開にノエルは、 自分の使命を見送ったチームに代償を払わせてみせると一気込んだが、左膝の状態が思わしくなく、手術を決断し、ルーキーシーズンを全休することになった。2014年のサマーリーグで実戦に復帰。2014から15シーズンからようやく、ノエルの NBA 生活がスタートした。ルーキーシーズンは75試合の出場で、 平均9.9得点8.1リバウンドを記録し、NBA オールルーキーチームのファーストチームに選出された。2015から16シーズンも苦しいシーズン事情の中奮闘したノエルだったが、2016から17シーズンは再び、左膝の負傷で出遅れ、さらにジョエル・エンビードの台頭などで出場機会が減少し、2017年2月23日に、 ダラス・マーベリックスに放出された。マーベリックス遺跡後は先発としての出場機会が増え、低迷するチームのインサイドを支えた。シーズン終了後に FA になったものの、マックス契約を要求する、ノエル側と、過去の不祥沙汰を懸念する、マーベリックス側との間で、再契約交渉が難航。結局8月26日にクオリファイングオファーを飲み、1年契約で、 再契約した。2018年4月3日、NBA はノエルが反薬物プログラムに違反したとして5試合の出場停止処分を科すと発表した。2018年7月2日にオクラホマシティサンダーとの2年346万ドルのミニマム契約を結んだ。2020年11月23日にニューヨークニックスと1年500万ドルで契約した。 2020から21シーズンオフに FA となったが2021年8月11日にニックスと3年3200万ドルで再契約した。ありがとうございます。